Hello, everyone. 今日はハンターマウンテンスキー場にやってきました。見てください、この綺麗な山並み。とっても快晴で最高ですね。春スキー楽しんでます。今日は皆さんに春スキーをご紹介したいと思います。ぜひ一緒に楽しみましょう。それでは始めましょう。レッツビン。さあ、それでは始めてみましょう。いやー、楽しみです。さあ、いきなりこんな急な斜面ですよ。レッツゴー。スピードが出ていますね。とっても気持ちがいいですね。風を切りながら雪面を滑る、やはりいいスキーの醍醐味かと思います。今日は晴れているのでとっても気持ちがいいです。青い空に白い雪、いいですね。見晴らしもいいし気分も最高。皆さん楽しんでますね。さあ、また滑りますか。さあ、どんどんみんな滑っていくようですね。はい、こんな感じでみんな楽しんでいます。私のお姿を見せられないのがちょっと残念ですが、滑るスピード感だけでも楽しんでみてください。それでは行きましょう。レッツゴー。なんといってもこのスピード感が最高ですね。限界に挑戦という感じです。とっても楽しいです。見てください、こんな静かな山の合間を通っています。リフトに乗って、頂上へと向かっています。とっても気持ちがいいですね。静かに時が流れています。いい感じですね。確実に春が近づいてますね。頂上の降り場です。降りていきます。さあ、こんな感じですね。はい、これが頂上です。いかがですか、この景色見えますか。綺麗ですね。最高じゃないですか、これ。この景色を見てください。綺麗ですね。こんな感じですね。はい、ここを滑っていきます。それでは行きます。レッツゴー。雪は降っていますが、とっても暖かいので、とっても気持ちがいいですね。最高です。スキー場に来てみました。見てください。いい天気です。こんな感じです。いいですね。もう春スキーです。今日のお話は、初めてスキーをする人のためのレッスンということで、お話をしていきたいと思います。スキーをどういうふうに履くのとか、いろんなことが悩んでいるかなと思います。まあ、スキーそのものもない人もいるかと思いますが、まあ、スキーを購入するという人もいるでしょうし、まあ、レンタルスキーを借りるという人もいるかと思います。まあ、その辺についてはちょっと見てください。ここにスキーがあります。最近のスキーはこんな感じで平べったいカーブしているスキーが最近のスキーかと思います。もう私はもう昔からスキーをしています。もうスキー歴55年なので、こんな感じの板を持っています。これもだいぶ古い板なんですが、もう交換したいところではありますけど、ちょっともうそろそろスキーも終わりかなと思って交換はしてませんが、こんな長い板です。昔はだいぶ長い板なんですが、最近はだいぶ短くなってますね。まあ、その人によって、スキーの滑り方の
方法によっていろいろスキーの板も選ぶということになってきます。じゃあまず履き方をやってみます。まず平らなところで板を置いてください。はい、はい、こんな風に歩いてみます。初めての人は雪の上で歩くこと自体もなかなかできないかと思います。つるっと滑ったりします。こううまくこうまずは雪の上を歩いてみてください。滑らないように歩くというのも大事かと思います。まずは雪の上で歩くことができたら今度は板を履いてみます。これはもう簡単ですね。ここに前の方にはめ込んで後ろをと踏み込むとセットされます。こっちも同じです。前に入れ込んで後ろのかかとを踏み込むというようにすると簡単にセットができます。そしてこれでちょっと歩いてみてください。これが意外と歩けないんですね。初めての人はこう滑っちゃいます。上に向くとどうしても後ろに下がっちゃいます。こう下がっちゃいます。あーっと転んでしまいます。上に向くというのは非常に難しいので、これはこんな感じで平らなところでやるといいと思います。斜めの方に上に向くのは結構難しくて、こうなると下がって後ろに戻っちゃうということになるので、これも注意してください。おっとっとっとって感じになります。斜面に対して90度にしてここで上がる練習をするといいと思います。こんな感じで上がっていきます。これも結構難しいんですね。初めての人はこれもなかなかできないかと思いますが、やってみてください。こんな感じですね。まあ、こういう練習をする、それから前に歩いてみる、こういう最初の練習がとっても大事かと思います。なかなか難しいかなと思いますが、やってみてください。やっぱり量をこなす意がありません。まあ、こんな感じで上まで歩いていきます。はい、歩いていきます。できればどん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 早くやります。はい、はい、そしたら今度はまっすぐ滑ってみてください。こんな感じですね。こんな感じでやると思います。今ストックは持ってませんので、今からストックを持ってきたいと思います。ストックもこんな風にしてしっかりと握ります。こちらもしっかり入れてストックを握ります。はい、こう刺した時にここがちょうど90度になるようなストックがちょうどいい長さになります。はい、じゃあこれでもう一度やってみますね。こんな感じで何度も何度も練習する必要があります。はい、はい、こういう感じですね。はい、でまずは直角行、しっかりとここで滑ります。足を揃えます。その時にこの重心がとっても大事なんですね。後ろにかかってしまうとどうしても転んでしまう原因になります。しっかりとかかとのお尻の重心がちょうど足の中心にかかるようにするのが大事かと思います。こんな感じですね。こんな感じで滑れるといいと思います。ちょっと滑ってみます。こんな感じですね。最後はこういうふうに止まるパターンがあるんですが、どうしても雪が平らではないと下の方まで滑ってしまうので、最後はどうしても平らな場所がいいかと思います。はい、滑ります。沈みます。曲がります。沈みます。曲がります。こんな感じでいくと両方の練習ができますね。こんな感じでやってみるといいと思います。なかなか初めての人は自分でトレーニングするのはなかなか難しいと思います。あそこにスキースクールがあるかと思います。初めてやる方はできればスキースクールに入るのが一番かと思います。もしくは本当にできる方に一緒に行って教えてもらうというのがとってもいいかなと思います。ぜひ、スキーも楽しんでみてください。
今度はリフトに乗ってみたいと思います。リフトなんですが、リフト券を見せてくださいということで、リフト券を見せます。まあ、ここでもなかなか歩きづらいかなと思うので、ここのところしっかりストックを使って歩いてみてください。この乗る時のタイミングなんですけれども、このリフトが行った後、この後すぐ後ろに入ります。ここで、ゆっくりしていると困ってしまいます。はい、このラインまで行きます。はい、もしここでうまく乗れなかったりした時には、こちらにいる方が止めてくれますので安心してください。こんな感じで安全バーをしながらリフトに乗ります。はい、休憩です。だいぶ疲れたので休憩。今日はカゴメの野菜生活、これです。ビールと行きたいところですが、ビールは飲めません。運転することはできなくなってしまうので野菜ジュースで休憩です。これもまた美味しいんですよね。いただきます。美味しい、グッドです。太陽の光を浴びながら日光浴、最高ですね。気持ちがいいです。それではこのビデオがいいなと思われた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは See you again!